ライアはトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介する、どうも小池です。アンバサダーのトエです。トエ君、急なんですけども、あ、ジャケット着てないわ今日。よいしょ。はい、病気ですか今日なんですけど、まあちょっと病気って言ったらたくさんね、今みたいにジャケット忘れちゃう病とか、うん、まあ有名なところで言うと、おやつを食わねば死んでしまう病なんだ。いや、それウソップやから。的確に突っ込まれた。俺ちょっと今間ができちゃってる。いやあれまともに突っ込まれたみたいな。どうだよ、それはプロとして。まあ僕たち、まあ裏で、裏というか表でワンピースチャンネルやってて、まあウソップの嘘についても取り上げたことあるんですよ、はい、ウソップの嘘ついたものが実現するみたいなね。そうそうそう、もしよかったら見てください。はい、だからウソップって嘘結構平気で言っちゃうタイプなんやけども、その嘘が面白い病名がつくわけですよ。島に上陸しちゃいけない病みたいなね。はいはい、じゃこういうユーモアの病気って世の中に結構あるわけじゃん、創作でも。でもそれが実際にあるものも結構多いんですよね。ほう、びっくりするような病名あります。はい、頭内爆発音症候群、頭の中が爆発っていうのを書くんですけども、あー寝落ちできるみたいな、こう寝るタイミングってあるやんか。おー、それとか起きれるっていうタイミングとかありますやんか。そこで頭の中で爆発音や雷鳴が聞こえたり、大きな耳鳴りが響いたりっていう病気なんだって。え、実際にあるらしい。え、何それ。ガンガンするんじゃない、爆発音が鳴るっていう。最悪やな。目を閉じてるのに閃光が見えたりする睡眠障害の一つ。へぇ、まあ、こんな風に物騒な名前の病気もあれば、まあ、サザエさん症候群みたいな、休日が終わる日に憂鬱になる症状のことをまあ言ったりしますね。あ、確かにね、日曜日の夜にサザエさん見たら明日が月曜日ということを思い出す、全てが嫌になる症候群のことですね。すごいそろそろ言えたよ。原稿読んどんか。え、なぜかまずに言えたん。びっくりした俺も。まあ、このサザエさん症候群っていうのは、まあ、特徴で正しい病名ではないんですけども、はいはい、世の中にはすごい本当の病気がついたものがありましてですね、しかもディズニー不思議の国のアリス症候群、これ聞いたことありますか。なんか聞いたことありますね、これ。結構有名ですよね、うん、不思議の国のアリス症候群とは、1955年イギリスの精神科医によって名付けられた子供を中心に発症する精神疾患の一つですと。あ、自分のことをハンプティダンプティと思い込んでしまうんですね。とんでもない病気なんだ。俺はハンプティダンプティだ。ハンプティダンプティシャラララみたいな。で、どういう感じでしょうか、この不思議の国のアリスといえば、ディズニーでもおなじみの作品ですけども、はい、ルイス・キャロル著書の童話ですね、元はね。そうですね。僕もね、ディズニーの作品だったら一番アリスが好きだし、スタッフのイクちゃんも一番好きで、なんでもない日、バンザーとか聞いて、もう永遠と聞かされて、なんか脳みそおかしなりそうになったりするんだけど、はいはいはい、あらすじは結果的に夢落ちでしたね。ああ、そうでしたね。覚えてますか。全然覚えてへんねんけど。見てる、一応見た。一応見たって何ですか。これ、あの、中学校の英語の先生も確かハンプティ・ダンプティが好きで、ハンプティ・ダンプティじゃん、不思議の国のアリスが好きで。ハンプティ・ダンプティを見るために見てる人おんの世の中で。不思議の国のアリスが好きなんよ。で、その英語の時間に一部だけそのハンプティ・ダンプティが出てくるショーを英語の教科書に書いとったの。ああ、なるほどなるほど。で、それの前編を英語版で見てみようみたいな時間があって、半分ぐらい内容理解できんかったけど見た。なるほど、ね。うん、バランスちょっと分かんなかったのでちょっと説明しますか。はい、アリスが迷い込んだ不思議の国で、現実では起こりえないような体験をしたり、変な動物たちと出会ったりする、まあ独特な世界観。そうハットかぶった帽子とかね、多分ハットかぶったウサギとかね。ややこしいな。時計持ったんやけどな、本当は。時計やったっけ。時計です。あ、はい、あ、邪魔しないで今日、本当ボロテラから。はい、物語自体は、うん、ルイス・キャロルが即興で娘に聞かせた話が元になってるんだって、うん、ちなみに発表から150年、はい、今ではミステリー小説やアニメ、映画作品などいろんなジャンルでパロディや派生作品が生まれてますよね。まあ、派生作品で僕一番好きなのは、あの NHK でやってたアリス探偵局なんよね。はいはいはい。その他にもアリス殺し、今和の国のアリス、あ、映画化かなんか知りましたよね。そうです、最近ネットフリで実写化とかね。ネットフリで実写化なんだ。はい、されてます。こちらは原作と違ってデスゲーム系になるんですけども、うん、山崎賢人さん、土屋太鳳さん、村上虹郎さんといったハマり役のキャスティングとか、映像やストーリーの作り込みのクオリティすごいとか、うんうん、まあ、好評でして、世界で40カ国以上地域で総合トップ10に入るほどの評価を受けてる。すごっ。だからアリスって根強い人気よな、そう思うとな。確かにね。不思議なことがまあたくさん起こったり、この不思議な体験そのものが現実の症状として実際に現れちゃってっていうのがこれから言う症状です。ほう。その症状が、人や物の見え方が大小さまざま。トラ君身長何センチですか。178センチです。なんでサバ読むいつもその時だけね、なんで正しく言わない。176でしょ、ええ、毎回突っ込むねんけど、別に160センチ150センチの人が170っていうのはいいやん。176センチの人がなんで2センチだけ増やすの。いやいや、アイドルとかも2歳多く呼んでたりするやん。2歳って年齢になってるやん。まあ、っていうのは冗談なんですけど、はい、世の中には身長は変わってなくても日々変動して見えちゃったりするような病気が存在するんだって、はい、人や物の見え方が大小が定まらないといった病気で、実際の症例では子供が母親より自分が小さい
小さくなったと感じると、視界の半分がやたら大きく感じると、魚眼レンズみたいな感じですね。蚊が数十センチもあるように見えると、怖っ。物の位置が実際よりも遠かったり近かったりに見えると、人や物の大きさが変わったり距離感がおかしくなったりするんだそうです。それ大変やね。まあもう当たり前だけど、元の大きさは変わってないからね。まあそういうことですよね。でもね、この今画像に出てるように、そのドリンクミーとかイートミーね、この大きさが変わるような飲み物やケーキ、キノコを食べることで、まあ、アリスの体の大きさが変化するシーンがあるんだけど、まあ、これと同じような幻覚みたいなもあるということでね、はい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 、何も知らずにいきなり自分の子供が、ママどうして小さくなったのとか言われた、人形が大きくなったとか言い始めちゃった、ちょっと怖いじゃないですか。はいはいはい、実際にあるんだよね、はいはい、なるほどね。これ実際に改めて原稿を書いてる時に、はい、僕も小さい頃に1個だけ当てはまってる病気があったんですよ。ほう、何ですか？部屋の大きさが変わる。部屋の大きさが変わる。原作でも白ウサギの家でアリスが変なドリンクを飲んだり、体の大きさが変わってしまうシーンがあるんですけど、これと似て不思議の国のアリス症候群の中には、自分の外の世界が小さく感じる、これを小視症ってなって、はいはいはい、逆に大きく感じる、これを大視症、歪んで感じる変視症ということで、はいはいはい、ちゃんとした病名があるんです。なるほどね。これが僕ね、多分ね、大視床だったんだよね。寝てて部屋の四隅とか見るじゃないですか。そしたら遠く感じるんですよ。だから部屋が広くなったように思う瞬間、やったぜって感じじゃないですか。部屋広くなったら、いや実際変わってないんで、あ、そっか、間取り変わってないんですよ。あ、なるほどね。でも大人になるについて思い起こせば、それはなくなってたと思ったら、多分これだったんだろうなと思って。なるほど。今聞いて、あ、私もそういう体験あるっていう人絶対いるはずなんだよね。はいはいはい、もし聞いたらちょっとコメント欄書いてほしいんですけど、自分の体の一部が大きく感じたり小さく感じる症状によって部屋の大きさが変わったように感じるとかね。確かに僕もワンピース読んでて、ルフィの手がいきなり大きくなったりとかすることはありますね。そう、漫画の表現やから、ね、ああそうですか。何ですかこれ、シンプルなポケット。またこの変わった症状のほか、はい、色覚異常、まあ、これ有名ですよね。人が緑色に見えたり、動物が見える幻覚が起きたり、時間感覚の欠如によって物事がスローや早送りになって見えることもあるそうです。あ、僕もよく時間感覚の欠如になってますね。ただ単に寝坊するだけでしょ。ちょっとあの面白かった、あの話してや。ああ、いや最近ですね、はい、今日も僕会議の10分前に起こされて、おいよかったわってなったんですけど、はい、実は最近僕部屋にアレクサ導入したんですよ。え、いいよアレクサで。アレクサってやっぱバチコリ優秀で、うん、じゃ例えば声で9時に起こしてっつったら、9時にちゃんとガンガンアラームとか鳴らしてくれるのよ。ああ、アラーム指定できるのね。そうだから、この時間感覚に欠如してる人には、あなたの1台アレクサがおすすめなんですけど。あなたの1台って何です？1回に1台アレクサがおすすめなんですけど、うん、これがめちゃくちゃ良くて、うん、まあ、僕その通りやって、まあ起きれる時もあるんですよ。ただ起きれなかった日があって、その日何があったかっていうと、ちょっとそれはなんか今この前さ、小安タイムやった AI の反乱みたいなやつ。そう、これマジでアレクサ反乱しよったんですよ。9時に起こしてって言ったのに、俺起きたら12時で全てが終わった後みたいな。いや会議終わってるやん。そうで、アレクサってもう俺怒ったんですよ、アレクサのこと。おう、そしたらアレクサがネットに繋いでください、アレクサアプリを起動してネットに繋いでくださいって言ってて、あれネット多分 Wi-Fi 入れ繋いでるんで、多分なんかの深夜なんかあって切れたんですよ。でそっからあいつポンコツになっとったんですよね。もうネットに繋いでくださいっていうだけの電子ゴミになってしまって困ったんよね。いやいや、反乱ではなかったよね。そう、あ、よかったですね。そう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 、はい、皆さんもね、ネット不安定なところでアレクサ使う際はお気をつけください。はい、話全然変わりました、すいません。はい、こんなに視覚的な異常が多いのに、症状を引き起こす原因は実は目じゃないんだよね。これね、 EB って書くんだけども、エプスタインバールウイルスの感染による中枢神経の炎症ということなんですって。これ原因ってちょっと怖いよね、これ聞くとね。簡単に言えば、原因は脳にあるっていうことなんだよね。なるほどね。こんな風に原因は分かっていても、どうやってその症状が引き起こされるかは実は分かっていないということで、謎の病気という風にされています。そうなんや。でね、この実際有名人では誰がこのような病気を発症してたかっていうと、ルイス・キャロル本人。なんとこの不思議の国のアリスの作者ルイス・キャロル本人がこの症状に悩まされていたのではというふうに推測されているそうで、というのも彼自身頭痛を持っていたことが知られているんだけども、本人が経験したこの不思議な世界を物語として描いたという説があるということで、はい、自ら不思議な体験を物語として作品に反映させても、まあおかしくはないですよね。いや、プロやね。まあ、そういう作家さんいますもんね。夢見たことを作品にして大ヒットとかね、自分が体験したことを昇華させて漫画にしてますとかね。でさらに、あのピカソもこの不思議の国のアリス症候群だったんじゃないかというふうに言われていて、ちょっと絵を見てほしいんですけど、どうですか、はい、まあ、有名な絵ですよね。作風からしてみも
ちょっと納得って言えなくないですか。確かにね、常人の発想じゃないよね。そう、見る人全員に強烈なインパクトを与える表現ができて、特徴的で、一見めちゃめちゃ絵下手じゃんとか言う人もいるかもしれないですけど、実はピカソ時代デッサン力はめちゃくちゃうまい。そうやね、ピカソってデッサン達人やって。そう、同一人物が描いたとは思えない絵も残してますよね。こんな風にこの疾患が芸術にもまあこう影響を与えているのではないかというふうにまあ言われていて、あ、まあ、一種のギフテッド的存在ですよね。そうそう、まさにね、はいはい、日本だと芥川龍之介や詩人として知られる与謝野晶子なんかが生まれ変わったしな、芥川龍之介。そう、え、え、何言う、生まれ変わるの前、前世、前世、え、全然前世ぐらい。どっち1個前2個前いや分からんけど前世ない。なんで、え、だから命日と誕生日一緒やから。芥川よ、あいま芥川。え、はい、ほんま君のボケってもうボケがキツしか終わってないね。まあ少し変わった名前の不思議の国のアリス症候群についてだったんですけど、うんうんうん、こんな風に変わった名前の疾患ってまあ結構実はまあ紹介できなかったんですが、はい、ありまして、他にも ADHD の症例を分かりやすくドラえもん風にちなんで、短期で怒りっぽく乱暴なまあ子供たちをまあジャイアン型と言ったりとか、引っ込み思案で自信がなく自己主張ができない児童を伸びた型と言ったりとか、その伸びたジャイアン症候群っていうのも最近にはあるらしいですよ。どうですか、他のピーターパン症候群とかいろいろあるわけですけども、僕たちは結構ピーターパン症候群に近いかもね。まあ確かにね、永遠にキッズタレって感じですからね。まあそういうことですけど、今日の会話はい、ハンプティダンプティ会でしたね。そうですね、ハンプティダンプティに全部壊れた感じでしたね。ということで本日の鳥肌スコアは6969かな、6969。なんでですか、まあ、ひっくり返してもなんか同じように見えへんか。なんか見え方がいろいろあるよということで、ね、本日の鳥肌ポイントは、まあ、やっぱりハンプティダンプティって不思議なんだなっていうことでしたね。それでは高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。 See you。 何もないところでいきなり人が燃えることを人体自然発火現象っていうのに実際命名されてるんですよね。母親はスリッパを履いたままの足だけを残してすでに焼け死んでいたという事件ですね。今で仰向けになっていたマイケルの黒焦げの遺体を発見。なんと不思議なことに体以外燃えた痕跡がなかったそうです。残された体の一部っていうのはなぜかほぼ無傷の状態に残ってるので、生後3ヶ月間で4回も発火現象を起こしてる。